こんにちは。ヒロカ育成体チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。この動画では生体に関するご質問にお答えしていきたいと思います。本日はマガイさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。本日は無知打ちからの脳脊髄液減少症の症例ですね。言いましたね。はい、言いました。さっき練習したの。無知打ちなどから生じる脳脊髄液減少症の症例は、マガイ先生の治療院の患者様いらっしゃいますか？また実績等がありましたら伺ってもよろしいでしょうか、ということなんですが、そもそも脳脊髄液減少症ってどういう、まあ、交通事故とかで多いんですけど、はい、脳脊髄液って頭からこう硬膜があって、はい、で脊髄の方向でそこを満たしているものが脳脊髄液っていう風なものなんですね。はい、でそれで脳をこう浮かせてる状態の負荷とかその中で衝撃を吸収したりとか、はい、あとは脳への栄養とか血液みたいな感じで、はい、とかをしているっていう風に言われてたりとか、まあ、いろんなところにこう影響をしている、まだね全部解明されてないようなちょっと未知な髄液っていう言われてたりするんですけど、はい、それがちょっとこう傷がついて漏れ出すっていう状況があって、はい、そうするとその脳内の圧力が下がったりとかするんですよ。そうすると頭痛とか、はい、あと吐き気とかめまいとかもそうだし、あとこの前ラジエーションハウスって見てなかったって言いましたけど、でも脳脊髄液減少症っていう名前じゃなく別な言い方をしてましたけど、脳脊髄液減少症のシーンがね、はい、ありましたね。で本田翼のお父さんが脳脊髄液減少症っていうことが分かって、はい、でその時に出た症状がうつみたいなね、症状とか、やっぱりその神経系の問題が結構大きく出たりとか、はい、あとはなんかわけわかんない症状を発症しますね。全身症状がやっぱり出やすい、はい、で疲れが取れないとかもそうだし、なんか部分的にやっぱり痛みに出る人もいるし、ただ、大きい衝撃が加わった時っていうのは、やっぱりそういう、はい、脳脊髄液減少症になりやすいきっかけなので、はい、なので僕もこういう、むち打ちとか、交通事故っていうところに関しては、脳脊髄液減少症っていうのは、ちょっと考えてはいます。はい。はい、ただ症例が少ないは使えるんですけど、僕も、1人か2人かな、そのくらいちょっと見たことあります。基本的にはそのブラッドパチって言って、はい、まあ、血液の成分かなとかをこう髄液に流していって、はい、その成分で固める穴を塞ぐっていう方法が主流というか、そういうふうな、まあ、ラジエーションハウスとかのドラマでもそういうふうにやってたりとかするんですけど、はい、まあ、昔から結構そういうふうな手法で直していったりとかするんですけど、はい、穴自体がそんなかなり大きいものでなければかなり良くなっていきましたね、僕が見てた患者さんに関しては。ただその急にパッと良くなるっていうものじゃなくて、はい、やっぱり時間ともに徐々にこう塞がっていくようなイメージなのか、うん、まあ、施術していく中で、症状が減っていたっていう感じなんですよね。ただやっぱりその病院との関連だったりとか治りにくかったりとか、はい、その患者さん自身も不安だったりとかするので、うん、まあ、病院とかと連携しながらやっていけるのが一番いいんじゃないかなとは思いますよね。はい、はい、ただ現場ではちょっとその分かりにくい症状なんで、はい、判断がつきにくい、うん、結構ね本当に不定収束って言われるわけわかんない症状をたくさん言ったりとかするんですよ、はい、で実際そのラジエーションハウスでもうつっていう、うん、病名で、うん、どうやって治したらいいんだろうっていうふうに悩むところをずっとこう続いてたんですね。はい、そのくらいこう判断が難しい症状っていうか、はい、なので少しこう怪しいなと思いながらもやれることっていうのはもう普通に整体していくしかないんですよ、はい、僕らからしたら。特別なことってなかなか難しくて、あとはやっぱり栄養だったりとかの指導をしながら、はい、炎症だったりとか、そういうふうな修復ができやすい環境を作っていくっていうことの指導法しか、方法としてはないので、はい、あとはもうひどければやっぱりブラッドパッチだったりとか、そのね、外科的な手術を併用しながら、うん、サポートしていくっていうのも一つ方法かとは思います。はい、ただもうトータル的にやっぱり考えて、アプローチしていくのがいいかなというふうに思います。はい、
ということで、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。では本日はこれで以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。